エアアジアゼストは、フィリピンの格安航空会社であった。旧社名は、ゼストエアウェイズ、アジアンスピリットであった。2016年1月に、エアアジアフィリピンと経営統合した。アジアンスピリットの YS-11,995 年、アントニオ・オントティ・トゥアールバ、エマヌエル・ノエルにあて、アーチボード・ポの3人が出資して、全身のエアライン・インペロイス・コーポラティブを設立し、名称は、 アジアンスピリットとして運行した。当初は2機の航空機で、マニラとリゾート間を単純往復する運行を行っていたが、運用効率を上げるため、就航地を増やしていき、1997年にアジアンスピリットとして、法人設立した。キューロコゼストエアウェイズの A3192008 年3月に、ゼストオーコープのオーナー、アルフレード・ m ヤオが同社を買収。 社長に就任し、9月に社名をアジアンスピリットからゼストエアウェイズに変更した。以前はダバをコロール間に国際線を運行していた。その後、以前からのメイン路線のマニラ、カティクラン線を中心に国内線のみを運行していたが、再び国際線の運行を開始した。また、ジェットブルーよりエアバス A320 を購入し、マニラセブ、 タバオ船などに投入している。2011年8月、マニーラクアラルンプール船の運航申請を出した。2013年8月16日、フィリピン民間航空局により、技術的な問題点や違反があったとし、運航停止命令を受け、8月17日から8月19日まで全便運休した。2013年3月、ゼストエアウェイズは、エアアジアフィリピンとの間で、 戦略的な提携関係を結ぶと発表した。同年10月には、ゼストエアウェイズからエアアジアゼストに、社名変更し、クラーク国際空港を拠点にしていた、エアアジアフィリピンの運航を2014年1月で終了させると公表された。2016年には、エアアジアフィリピンと統合、新社名はフィリピンアイラシアインクとなった。 エアバスウェイ320から200エアバスウェイ320から200ソレアリゾートカジノエアアジアフィリピンとの経営統合前2014年7月現在詳細はエアアジアグループの就航都市をサンショールソンビサヤミンダナをかつてはリットかつてはスピリット公式ツイッターハットエアアジアフィリピンゼストエアウェイズと提携フライチーム2013年12月5日閲覧 エアアジア、フィリピンでの運行拠点を変更クラークから撤退へ。フライチーム、2013年12月5日閲覧。Air, A, S, I, E, Z, E, S, T, F, L, E, E, T, t E, T, A, I, L, S, A, N, D, H, I, S, T, O, O, R, i P, L, A, N, E, S, P, O, T, T, E, R, S, ット T, ット、フィリピン LCC の z e ト t Airways、マニラ発着の3路線を就航。 フライチーム、2013年12月5日閲覧、ありがとうございます。